株式会社山梨中央銀行は山梨県甲府市に本店を置く県内唯一の地方銀行である。店舗は東京都や神奈川県にも展開している。明治21年頃の第10銀行明治41年頃の有信銀行昭和初期頃の第10銀行東京支店地元山梨県内には多数の支店を開設する上東京都西部を順次版として捉え、 八王子支店に西東京推進部を設置するほか、都西部には13か、店を構えている。また、橋本法人営業所の相模原支店への昇格など、神奈川県内での基盤拡充にも努めている。山梨県や甲府市などの指定金融機関を受託している。上述の通り、東京都西部には山梨県から進出した企業も多く、それらの企業を足掛かりとして、 個人ローンと並行して東京と西部の事業所への融資拡大を進めている。実業団チームとして女子9人制バレーボール部が活動している。1982年に創部し、中央市にある自社の体育館で練習を行っている。これまでに総合選手権優勝1回準優勝3回、実業団選手権優勝2回準優勝4回を誇る競合チームに位置づけられている。 また、国民体育大会か維持国体で優勝するなどしたが、2010年を最後に9人制バレーボールが国体競技から除外されたため、9人制としての体制はそのままに6人制のバレーボールチームを作り、2012年の岐阜清流国体に本戦出場。総監督で元全日本代表の辻知恵が現役復帰し、V チャレンジリーグのフォレストリーブズ熊本を主体とした。 熊本県代表に勝利するなどの検討を見せた。また、2014年に開催される長崎ガンバランバ国体の出場権をかけた関東大会でも、柏エンゼルクロス主体の千葉県代表と GSS、サンビームズ主体の東京都代表に勝利して、本大会出場を決めるなど、人数だけでなく、ルールも異なる6人制でも、 V チャレンジリーグのチームと遜色ない強さを誇っている。ありがとうございます。